私戻ってきたの。あ、どうやらあなたが最後の保険だったよね。けどあなたは何もしなかった。かつての仲間を信じてるのね。君もだろ。ケビン、彼らは？ああ、知っている。それでもあなたは彼らの最後を見届けるつもりはないのね。彼女をがっかりさせたくはない。行くといい。何しに？成婚計画。この日がようやく来たということかしら。気が進まないならもうここにいる意味はないだろう。ケビン、私はその計画を認めてないってあなたも知ってるはずよ。それは重要ではない。君は十分に理解しているはずだ。理解？そうかもしれないわね。だけど理解は賛同じゃないわ。ケビン、誰にだってヒーローになる可能性がある。でもみんなにあなたの選んだヒーローになれと強要するべきじゃない。そんな結果は彼女が見たいものなんかじゃないわ。ライデン・メイ、二人目のエリシアはもう現れない。彼女の見たい結果もここにはない。君にあるんだ。どうやら私はヨルムンガンドに残る最後の意味を失ったようね。それであなたがリツシャをヨルムンガンドに招いた本当の目的、私はそれを果たしてみせた。ああ、ならこうしよう。ライデン・メイ、孫子としてヨルムンガンドを去ることを認めよう。